1988年個人として創業。ヘアアクセサリー水切りネットの製造を始めました。1996年、社名を株式会社小久保工業所と変更。キッチンやランドリーの商品に一工夫をすることで、日常生活のちょっとした不満を解決する便利な商品を開発販売しています。多数のアイテムに及ぶ商品は日本はもちろん、アジア、ヨーロッパ、アメリカなどでも販売され、世界中の消費者に暮らしの中の快適さ、楽しさ、驚きを提供しています。和歌山県海南市に本社を置き、福岡、東京に営業所を開設。さらに世界へビジネスを展開するため、アメリカ、中国、ドイツに営業拠点を開設しています。国内海外での展示会にも積極的に出展し、小久保工業所のビジネスフィールドは日本のみならず世界中の国へと拡大しています。小久保工業所のグループ企業である紀陽除虫菊は創業100年を超える企業。蚊取り線香や入浴剤、日用品を製造しています。小久保工業所は製造業は創造業であり、ものづくりは人づくりという考えをベースに、新しい価値を創造し続けています。だからいつもこう新商品とかご紹介いただくときって、すごくこう思い込められてお話しされて、本当にその通りの商品にいつもなるんですよね。商品から来る良さっていう見方って、すいません、あんまり僕できてないんです。小久保社長のそのものの思いから出来上がってる商品、それを一緒になって販売させてもらいたい、一緒になって、お客様に提案させてもらいたいっていうように思わせてもらえる商品が多いっていうのが、まあ、最大の特徴ですかね。私たち小久保工業所は、暮らしの中にある不満や不便を解消し、より快適な生活をするための商品をお届けしたいと考えています。これはできないだろうなとか、こんなことがあったらいいのにな、また暮らしの中で気づいていない不便不満というのはたくさんあると思います。そのお客様のニーズをいち早くキャッチし、流通市場を通じてお客様にお届けしたいと考えております。私たちが大切にしていることは、機能、品質、デザイン。機能というのはあれもこれもたくさんのアイデアをつけるんではなく、本当に必要な一工夫だけをつけます。そして日本製ならではの高い品質、長年使っても飽きないおしゃれなデザイン、それを大切にしています。小久保工業所は製造業は創造業と考えております。単なるものづくりではなく、新しい価値を生み出すような製造業を目指しております。それによって世界中のお客様の利便性を高めたいと考えております。これまで日本の国内市場を中心に成長してきました。これからは海外にも目を向け、世界中のお客様に小久保の商品を使って新しい価値を提供したいと考えています。そして暮らしの中に楽しさと感動を提供していきたいと思います。